はようございます。3月16日水曜日の全国のお天気をウェザーニュースキャスターの内田幸がお伝えします。低気圧の影響で北海道や東北北部では雲が広がりやすくなります。道東や道北エリアでは雪が降りやすいですので、路面状況の悪化や積雪の増加にお気をつけください。一方で東北の南部から南西諸島にかけては高気圧に覆われて広く日差しが届きます。ただ関東や福島県周辺では夕方以降にわか雨の可能性がありますので、空の変化にお気をつけください。気温を見ていきますと、西日本から東日本では季節先取りの暖かさが続いていきそうです。ただ花粉が多く飛散しやすくなりますのでご注意ください。さらに西日本を中心に黄砂の飛来が心配されております。気になる方は対策を行いましょう。詳しい情報はウェザーニュースのアプリでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。